世界で一番の声優になりたいのだ。すぐにピエンと言っちゃうことを卒業できました。かゆおひかるです。片付けを明日に持ち越すこと卒業できませんでした。清水りりかです。はい、おめでとうございます。いや、これでも、聞いてください。あ、収録日に、私は掃除をしました。えらい、片付け掃除しました。あれですね、先月3月8日の配信分で私たちが今すぐに卒業したいと高らかに宣言したことを今ね、はい、結果を発表しましたが、はい、そう、収録日はした。うん、で、そこから、3月いっぱいは頑張った。3月いっぱいは頑張った。頑張った。ただ、月越したら、いや、なんか今日疲れたし。あれ、先月も聞いたやつじゃん、それ。あれ、うん、今日疲れたし、一家は先月も言ってたな。あとなんか、今日着る服ないなと思ってバーって出して、そのままにして出発して帰ってきて、ただいま寝ようってやりました。はい、おめでとうございます。でも私一件あります。はい、ひかるちゃん、ピエン昨日私と LINE しましたよね。うん、ついてたよ、ピエン。ちょっと待って待って。はい、ですか、はい、ですか。ちょっと待ってください。はい、え、ピエン使ってないよ。え、絵文字のピエン、え、絶対使ってたって。私 LINE、昨日 LINE してて、ひかるちゃんと。待って、明日はよろしくお願いしますみたいな LINE をしてて、あ、ひかるちゃんピエン使ってる、まあいいや指摘しないでってスルーしたんだけど、絶対使ってた。絵文字のピエン、待ってください。はい、何ですか。絵文字のピエンって使っちゃダメなの。あれ、ダメって話じゃなかった。え、あれはスタンプですよね。スタンプは使っちゃダメっていう、作家さんは覚えています。絵文字もダメです。待って待って、やだ。ダメです。卒業できませんでした。ということで、罰ゲームが私たちには待っているということですね。そうですね。じゃあ、毎回上げてる YouTube のショート動画で、放火、ニコニコの放火、そうですね、どこかで、はい、謝罪会見をしたいと思います。重たいな。やだな。でも、卒業できなかった私たちですが、はい、はい、今回も始めてまいりましょう。はい、声優経験がまだまだ浅い私たちが世界で一番の声優を目指して、いろんなことに挑戦していくこのコーナー、今回は月末恒例のこちらです。本音で話そう、くじ引きガチャトーク。イエーイ。箱の中から私たちが話したい話題を書いた紙を引いて、そのテーマについて本音で話していく月末恒例の企画。うん、箱の中には私たち2人だけでなく、スタッフさんが私たちに話してほしいテーマも入っています。今回こそ、はい、スタッフさんのも、引けるかなということで、早速引いていきます。お願いします。よし、これ、いい女の条件って。はい、清水です。はい、清水。はい、やっぱりもう私たちカルチャーシンドロームアシスタント3年目に入るわけなんですけれども、おそらく、あの、ごめん、先週から気になってたんだけど、多分アシスタントではないと思う。あ、そうね。まあでもこちらの私たちはのコーナーを、そうですね、はい、3年目に、はい、入ると思うんですけれども、3年目が早い。はい、ちょっともうね、新人気分ではなく、だんだんといい大人に近づいてきたのではと思います。え、やだ、まだ新人でいたい。やだやだ、わがまま言わないの。まあでもそんな感じでですね、やっぱりね、まあ、年齢的にもね、だんだんいい女になりたいなと、いい大人になりたいなって。まあそれはそうですね、やっぱりね、いい女はかっこいいですね。そうですよね、になりたいなと思って、いい女って結局どこをこう直していったらいい女になるんだろうって考えて、なんか姿勢とか、私がね、思いつく限りだと、姿勢とか仕草とか口調とかでやっぱり大人ってなるのではないのかなって思って考えてて、他に何かあるかなって。もし、え、3つしか出てこなかったの。全然出てこなかった。とりあえずもう仕草と口調で、あ、
いい女だって思うんです私は。じゃあ仕草ってどんな仕草？例えば。例えばだけど、あのマナー。マナー？食事してる時に、うん、なんかちょっと手の動きが綺麗だったりとか、うん、そうするとあこの人素敵だなって思うの。それ人間としてじゃん。いやでもそういうことじゃん。いいあーなるほど、うん。そうか、じゃああれ、うん、ちょっととりあえず置いといて、はい、じゃあ言葉遣いは？言葉遣いは、うん、なんて言えばいいの？なんか、綺麗にすでにギャル違うわいい女じゃなかった今全然なんか、なんか肩肘ついて言うのやめてなんか、うん、やっぱりこういう言葉使わない人子供っぽいじゃん。なんかやばいとか使うと結構子供っぽく見えるなって思って。あーバーにいる大人の人ってやばいとか言わなそうっていう偏見がありまして。じゃあいい女の喋り方とりあえずやってみて、その思う大人のバーのいる人なんて会話するんだろう。ごきげんよう。ごきげんよう。ちょっと待って、ここは間違えたかもしれない。ごきげんよう。うん、うん、今日はいい天気ですね。えバーやもうバーやって来たよ。バーやバーだよって。あ、バーだよバーだよお前が言うバー作家さんのツッコミが止まらんよバーやって聞こえたお前ダメやダメだよもうリリカちゃんにはもういい女無理いやな、頑張ってきまーすはい、じゃあ次引いてきまーす、はい、ちょっともう無理だよ引きこもり体質直した方がいい？あれ清水です。お私本当に引きこもり体質で、うん、お休みの日、オフの日は一日も、一、うん、日も一秒たりとも外に出たくないんですよ。うん、わかる、わかる。でもやっぱりこう予定とか入っちゃうんです。あのこの日空いてるみたいなこと言われて、この日にちょうど集まる予定があるんだけど来ないみたいな感じで言われて、うんうん、行くって言うんだけど、でもやっぱり外出んのかって思って。いやそれはもう断ればいいんじゃない？でも会いたいし、人とは、はあ、人とは会いたいなって思うし、まあ、その日空いてるし、まあ、行けるからその場では行きますって言っちゃうんだけど、うんうん、でも当日になるとやっぱり行きたくなくなっちゃって、ああ今から外出んのか、今日オフなんだけどなああどうしよう、洋服着替えなきゃ、だる、メイクしなきゃいけないんだって言って遅刻しちゃうんですね、たまに。さっきいい女になりたいって言ってたよね。そういえばもう無理くない？でもやっぱ直した方がいいのかな直す気はあるの？そもそも、うん、でもまず一つ、うん、オフの日に一歩たりとも外に出たくないっていう気持ちは全員一致で人間あるものなんですか？私はあるけど皆さんどうなんですか？あ、割とみんなうんうんって言ってる。よかった、よかった、うん、え、それでうじうじしてて結局遅刻するっていうのもある？遅刻するはないかな。本当に？じゃあ私が常識ない人間ってことね、うんなんか遅刻してもいいや今日はってなると遅刻しちゃうんだよね。おー、そうなんですよ。そこ遅刻は直した方がいいんですかね最低の人間作家さんからね、もう私は思ってないけど作家さんからは最低の人間かなっていうのがちょっと、私が企画したら頑張るんだけど、うん、なんか他人が企画したのってちょっと遅れてもいいかなって思っちゃう、ね、最低の人間からちょっと頑張ろう、うん、次行こう、はい、直してください。頑張ります。ということで、はい、あなたが欲しい超能力は、これがやっと1枚目作家さんを書きました。やった。で、超能力は何だろう。カヨが欲しい超能力は、うん、時間を巻き戻す。おお、超能力が欲しいかな。なんでかっていうと、うんうん、やっぱり、あ、失敗した、恥ずかしいってあるじゃん、うん、あの瞬間に戻りたい。なるほど。あの瞬間のあの恥ずかしさを受けたくないの、うんうん、私はもう耐えられないから。
うん、恥ずかしいってなったらもうすぐ超能力使って巻き戻す。ああ、なかったことにすると使いたい。うん、そういう例えばあと服とかを買いに行った時に、うん、あのセールがやってて、いやもうちょっと安くなるだろうと思って一回スルーして、でその次また行ったらもうなくなってたとかいう時にもう一回使いたい。なるほどね、うん、ちょっとわかるそれはわかる。わかるでしょ、うん、いい感じでしょ。リリカちゃんは？私は瞬間移動ですね。なんで？移動がめんどくさいから。でも無理くない今日一貫して清水だるいしか言ってなくないやばいいや外出たくないんですよもう一生引き止まってろでも瞬間移動できたら結構楽なこと多くない？ほう、電車で待ち時間とかいらないし、うん、で好きなとこにもうビュンっていけるし、うん、もう次行こう。よしよし、もうそれ以上掘り下げるのはよくない。はいはい、あ、メガネの話をしてください。メガネの話ということで来ました。はい、作家さんですね。私メガネの話か、なんだろう。あ、メガネ男子好きあ、そこ、そもそも私メガネで思いつくのが、うんうん、メガネかけてる人って多いけど、うんうん、アニメで見るメガネの人って絶対堅物真面目キャラだよなって思うの。確かに。それかちょっとなんかインテリド S みたいな、うんうん、なんかだからすごいメガネをかけてる人に偏見を持ってるのよ、はい、普段かけないから、はい、だからあ、メガネかけてるからこの人は頭いいんだろうなって思ったりとかするじゃん。あ、それはわかる。あ、やっと共感を得られた。うん、他は共感ない。私はもうメガネをかけてる人みたいな偏見の塊よ私、うん、目悪いんですよ。なんで、うん、自宅だとメガネかけてるんですけど。あ、そうか、確かに、うんうん、とね、苦手です、メガネ。人がつけてるのはいいんだけど自分がつけてるのが苦手で。なんで？私動画多分結構分厚い感じでメガネのレンズが厚いので目がちっちゃくなっちゃうのね、うん、こう人から見た時に。あ、瓶底メガネみたいな。あ、そう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 、うんうん、だからなんか自分の見た目が嫌だなって思っちゃう。おー、からメガネは苦手ですね。メガネ萌えになんない？でもメガネ似合う人って羨ましいなって思いますよ。おー、メガネ似合うの基準どこ？メガネしてこう全体見た時にバランスいいなっていう人と、いやこの人絶対メガネない方がいいじゃんっていう人っているよね。例えばだけど、うん、うちの立花先輩はどっちですか？メガネ、あ、失礼、メガネあった方がいいなって私は思う。で、なんかなんで？それはなんで？え、なんでバランスいいじゃん。すごいメガネ似合ってるし。いや待って、外した方がいいよ。本当に？でもね、私が振り返った時つけちゃった今外してる、今外してる遊ばれてる。ラジオですることじゃないですねすいませんガタガタしちゃった、申し訳ない。いや、そうか、メガネなぁ。私はやっぱり、うん、メガネかけてるからすぐなんかちょっとこの人怖いかなって考えちゃうかもしれない。へぇ、何考えてるのかなってちょっと考えちゃうかもしれない。ここの現場いっぱい、あ、優しそう。やっぱ先輩も立花さんもメガネ外した方が優しそう全人類メガネをちょっと、あ、メガネ取ったら可愛いパターン。あ、清水リリコが代表例じゃないですか。そしたら私はよく言われましたよなんかムカつくよく言われましたよこいつよく言われました。少女漫画みたいだねもういい、お前の話はもういいんだ怖すぎ。いきまーす。はい、何フェチですか？何フェチですか？え、清水リリカタン、
ちょっと待って、一回ひかるちゃん回してもらって、一回ひかるちゃん回してもらって。そうだな、私太ももの線フェチ。え、あのハイキューっていう、はいはい、アニメがあるんですよ、はい、漫画もね原作であるんだけど、そこの日向翔陽って子がいるんですけど、そのキャラがすっごい好きなのね、うん、でその子がジャンプするときに短パンでバレーボールを、配球だから、はい、バレーボールのアニメなんですけど、うん、踏ん張るときにジャンプするときに太ももに線がピュッて入るのよ、その筋肉の筋が、うんうん、そこがすっごいかっこよくて全人類みんなあれが出てほしいぐらい。でも私も出てないのよ、やっぱ綺麗に鍛えてないと出ない線なの。はい、ね、ちょっと引いてる。まあね、アニメだから。だけど鍛えたらいやでも出るわけよ。本当ですかね。絶対出るので、例えばもう何でわかんないかな、何でわかんないかな、この良さが何で伝わんないかな。いや、そんな太もも出してる人いなくない。まあ確かにな、男性なんて特にさ、そんな短パン履いてたらちょっとキモくない。待って、キモいは言い過ぎ。個人の自由だから。でも、はい、そうだね、確かにちょっと長いズボンも履いててほしいけど。膝丈まではさ結構いるけどさ。じゃあ、うん、100歩譲って腕の筋あかな。でもやっぱり太ももの筋がいいね、うん、そうなんだ、かっこいいってなる。じゃあ競輪見ていただいて。確かに、でも競輪って太もも隠れてない、うんうん、結構でもぴったりしてるから。そうだね、見えたりするんじゃない。ちょっとフェチを、うん、楽して、うん、見ます。ゆりかちゃんは。私は関節、関節、関節が好きで。人の。はい。どこの。肘とか膝とか。肘、くるぶしとか。肘の関節ってどこ。肘じゃない、普通に肘が、うん、綺麗だとうわ肘だって思うんですよ。うわ肘だ、いや肘じゃん。綺麗でも汚くても肘じゃん。いや肘綺麗なのだとさ、うわ肘だって思うんですよ。え、同じラリーした今。あれ、え、わかんない、どういうこと。まあでもこう人をね後ろから見るじゃん、夏とか最高なんですけど、うんうん、こうエスカレーターとか乗ってると前の人の肘がちょうど目の前にあるんですよ。ああ、うんうん、想像つくね。うん、それが何だろう、細すぎず脂肪がつきすぎず綺麗な肘の方がたまにいるんですよ。うわーこの肘最高だなって思いながらこうずっとエスカレーターで他人の肘を見てるっていう。気持ち悪い。ねえ、やだー。肘って見られてるんだね、人に。肘見ますね。なんかたまに洗い忘れてさ肘を肘がさちょっと黒ずんだりとかしちゃうじゃん。え、そんなことある。肘でいない、肘黒ずんでる人。でもそれはさ、あのずっと肘ついてる人とかさ、そういう人なんじゃないの。わかんない、ちょっと待って。え、じゃあ膝は。膝もいいよね。膝はなんでいいの。膝なんでいいの、うん、で関節ってまずすごいと思わない。曲がるんだよ、だって。え、どういうこと、どういうこと。曲がるんだよ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 。綺麗じゃない？もう無理かもしれない。うん、ちょっとなんかフェチって難しいですね。ついていけなかったわ。いいんだけど。どうしましょう。次行けますかね。もう無理ですかね。はい、ということで今回はここまでです。はい、ということでくじ引きガチャトークいかがだったでしょうか。またいろんなことを話していきたいと思います。ではでは今回はここまでです。このコーナーは火曜ひかると清水りりかでした。またねー。